Thank you. じゃんじゃん。いや、こんな感じ。こんな感じ。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は見えるかな。5月8日です。腹筋割りプロジェクトから、まあ、約1ヶ月が経って、今お腹がどんな感じなのか、まあ、どんな日々、春でプログラムを行ってきたかっていう映像と、あと今のお腹ですね。ちょっと測ってないからあれだけど、今のお腹が1ヶ月前とどう変わっているのかっていうのをチェックしていこうと思います。で、プログラムの方なんですけど、1ヶ月ごとに一応 Zoom とかを使って茨城の方のロボケアセンターの方と、まあ、今こんな感じです、こんな状態ですっていうのをこうミーティングしたりします。まあ、普段も LINE でやり取りとかはしてるんですけど、その中で、まあ、今こんな感じで動きが変わってきて、こんくらい回数こなせるようになったから、じゃあもうちょっとワン段階こういうの増やしていこうっていうような話とかするんですけど、まあ、それで私もプログラム内容として一つ増えた動作っていうのがあるので、まあ、それもちょっと今日は動画にしていこうと思います。では普段はこんな感じでやってます。部屋がめちゃくちゃ汚い。もうお母さんの指も映り込んでます。また別の日の映像です。お部屋が綺麗になりました。こんな感じでテレビもしっかり見ながら自分のペースで目標の回数をこなしていきます。以上、日常のトレーニングの様子でした。ではいよいよ1ヶ月の成果を発表します。お腹がどうなってるかを見せましょう。部分的にはね、ちょっとへっこんだと思うんだけど、いくぜ。ちょっと待って。すごいなんか、テッドさんにいっぱいコメントをいただいてありがとうございます。いくぜ。はい。じゃあ、いくよ。じゃん。じゃん。こんな感じ。こんな感じ。どう？ちょっと、動き的にはね、わかりづらいけど減ったと思うんだよな。じゃあ測っていきますか。こんな感じだったよな。よいしょ。ではで、1.6。ちょっと顔が映んない。 1.6。 次、反対。来た。 1.、 見える？ここ？1.5 だよ。ということは前回が 1.9 と 2.0 だったんじゃないかな。やばい、忘れちゃった、前の動画。まあでもまだね、この下から2番目のお腹さんだから、あと 1.4 になるとちょうど真ん中のお腹になる。やっぱね、見た感じでもね、自分的にも結構減ったと思うんだよね。結構てか前よりはちょっと減ったと思うの。
映像上わかり立てないからな、わかりづらいけど、前はもうちょっとね乗ってた気がするんだよね。そうで、あとなんていうの、このお腹のこの動きがね、前よりこう反応するというか、前はこんな風にお腹にこう力を入れても、ここまでお腹がさ引く引く動くことはなかったの、やっぱりこう力が入りづらいから。でもすごい下の方までこう分かる、へっこんだりなんなりしてくれるのがすごい分かるようになったし、春をやってた感じとして体幹が結構ついたかなっていう風に思います。前はね、シャンプーしてる時、ちょうど体前屈の格好でシャンプーをしてる時にこう両手を上げると、こうちょっとどっちかにこう追っかかるって方向だったんだよ、それは。寄りかかってないと倒れちゃうっていうか、バランスを崩すことが多かったんだけど、春の腰タイプをやり始めてからずっとこう両手でこうわーってやって、ほら全然バランスがさ取れるようになってきたの。なんかそれを結構実感して、なんだろう、この体幹がこう効いてんのかなみたいな、そんな感じはすごいあります。なので、あと、まあ、6月中旬くらいまでなので、1ヶ月ちょっと、もっともっと頑張っていきたいと思います。じゃあトレーニングちょっと追加されたやつを お見せしますね。まず一つがトレーニング方法っていうか、春のここにね、前これがなかったの、これお尻ベルトなんですが、お尻ベルトをつけることで立ったり座ったりする時の動作の時に結構ちょっと春がずれてたんですけど、それを防止するお尻ベルトがつきました。はい、これをすることによってより春がこういい位置、ベストな位置でつけることができます。装着してどんな感じのプログラムが増えたのかっていうのをお知らせするのと、成果ですね、ここまでこうできましたっていう成果をちょっとお見せします。ねじりながら前後に動きます。バランスが取れないので、初めは手でちょっと支えています。反対もやっていきます。やっぱり左右差が出て、私は左の方がやりやすいです。よし、そして立ち上がっていきます。これができるのはこの車椅子だからかな。なんか出てない。お尻ベルトをつけることで春がずれることなくいい位置で装着できています。手で支えることなく腰の力だけで起き上がっています。はい、こんな感じで新しいプログラムを入れながら残り1ヶ月半をもっともっと頑張ろうと思います。なかなか、まあ、言い訳がましいけど食べちゃうんだよね。だからあんまりその食べる量っていうのを基本的には減らさずに、腹筋の運動をして腹筋を落としていくっていうことをしています。まあ、こういう感じで地道に頑張って成果が出るのはすごい嬉しいし、まあ、そもそもね、中は諦めかけてたお腹がへこむっていうこと自体がちょっと嬉しいので、頑張ってみようと思います。気になった方はチャンネルのところの説明欄、概要欄のところにロボケアセンターのリンクを貼っておくので、問い合わせしてみてください。はい、では今日はこんな感じで、この動画が役に立ったらいいな、応援したい、頑張れって思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。